どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングは、ドン!セカオワの RAIN です。この曲はですね、メアリーと魔女の花というアニメ映画の主題歌なんですけれども、まあ今6月ですから、この時期、こういう歌がこう、染み渡ると言いますか、雨が降ってる中、こういうの奏でるともう最高なんですよ。今めちゃ天気いいんですけど、まあではね、今からこう雨の日に向けてこうね、歌って練習できる、歌えるように練習していきましょう。はい。この曲ですね、ガズレレ YouTube チャンネルでね、今から4年か5年前に一回取り上げているんです。いやーでもその頃ちょっと私、ガズさんちょっと不親切でございまして、今回やっぱり2021年バージョンとして、新たに、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって、もう一回アップロードしてみようと思います。はい、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンなんですけど、この曲ね、歌のタイミングとメロディー、なかなか難しいです。よく聞き込んでやってみましょうね。後半はかっこいいバージョンです。ここにさらにこれリズムが加わるんですけど、このリズムもですね、なかなか通なリズムで、シンコペーションいっぱいです。シンコペーションという前にズコンと食い込んでくる独特のリズムですね。それじっくり解説していきますんで、ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くの最高だけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけど、なんかチャンスがなくてできませんでしたとか、音楽一回チャレンジしたんだけど、挫折しちゃったんですよと、そういう方がですね、あっという間にこのウクレレを弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがありまして、このガズレレのプログラムを見て、今もう全世界中の方がもうワンワンウクレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできますから始めていきましょう。チャンネル登録者の方も15万名を超えていただきまして、どうもご活用されております。はい、ありがとうございます。そしてもうちょっとしたらね、ここにね、ここにリンクを貼ります。このプログラムのリンクをね、そこに行ってもらって、上から YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当にあっという間ですからね。YouTube 動画ですから、無料でございます。今すぐ音楽聴くからやるに変えていきましょう。皆さん、ここからですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるレッスン動画。課題曲、もう1600曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。これからどんどん歌っていきましょう。それではやっていきましょう。RAINガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3 魔法はいつか溶けると僕は知ってる月が咲いて太陽が今枯れた傘を差した君に映る僕は濡れてない水たまりに映る僕は雨に濡れてた幸せなような涙が出そうなセカオワの RAIN ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、この透明感のあるメロディー、ほんと雨の中で歌うとより効果がいいというか、こうグッとくる、そんなメロディーですね。今の聴いていただいて分かったと思うんですけど、もうガズレレオリジナルショートカットバージョンでお送りさせていただいております。で、ショートカットアレンジで最後の最後にエンディングのところをひっつけたというオリジナル、のショートカットアレンジバージョンになってるんですけど、フルでやりたいよという方、2番とかね、こうコードは1番のコードを書き出して2番の歌詞を書いていくと一応フルコーラスできるんですけど、セカオワバージョンはちょっとキーが最後、後半で転調つって上がるんですよね。それをやるとですね、ウクレレではめちゃくちゃ難しくなっちゃうんで、まあおすすめとしては転調なしのこのキーのまんまで、フルバージョンというか、そういう風に、トライしてみるのもすごくいいと思います。自分で楽譜を作っちゃうのもおすすめです。はい、そしてまずはですね、皆さん、今のガズレレシンプル簡単バージョンの YouTube 動画に合わせて一緒にできるように練習していきましょう。YouTube 動画、今のね、歌詞とコード出てますから、ゆっくり何回も合わせてもらう。これが結構秘訣だと思いますね。で、一緒に合わせられるようになった方、おめでとうございます。まずここまで来るのも大変だと思います。この曲、さっきも言ったけど、歌のね、タイミングとメロディー、なかなか聞き込まないとこれ難しいんでね。はい、そしておめでとうございます。まあ一緒に合わせられるようになったらおめでとうございます。そしたら次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度は YouTube を見ずに、ご自身一人だけで音楽を生み出しましょう。自分一人でメロディーとリズムという音楽を生む。これ気持ちがいいんです。はい。その時に最初のうちはやっぱり楽譜を見ながら練習ですね。いずれは覚えちゃいたいけど、まあ覚えるまでやっぱ楽譜がいいと思いますね。じゃあ楽譜ってどこにあるんですっていうことになると思うんですけど、安心してください。ガズはですね、今、このノートに書いて、RAIN 2021年改訂版で、これを見ながら今演奏していったんですけど、もうちょっとしたらカメラにこんな感じで大きく映して、こんな感じで皆様書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のセカオワのRAINを含む、ガズが今まで書いて、もう書きまくってる、もう膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さんがやってみたいな、面白そうだなと思ってる曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただきます。すぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗ダクダクでもうわーってね、オンラインでこんなに楽しんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回、ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか1000本ノックみたいなやつですね。とか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう、一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送を配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の RAIN。世界の終わりですね。いいですよ。この曲のメロディーは、はい、いきなり歌が始まります。はい。で、ちょっと注目してほしいんですけど、ここの矢印がここ書いてあるでしょ?で、ここになんかくるっと囲ってコードが書いてあって、この下の段に書いてあるのは、後半やるかっこいいバージョンでの指令でございます。はい。そこちょっと覚えていただいて、今のシンプル簡単バージョンは上の段ですね。はい。で、これをですね、こうやって大きく写しとくんで、メモってください。これがいいですね。で、メモっていただく。あとはね、動画のデモ演奏の時の、画面を一時停止して、そのテロップをメモっていただくとか、あと先ほど紹介させていただいた画図クラブで、この楽譜ダウンロードっていうのが一番ね、スピーディーだとは思うんですけど、とにかく、いずれにせよ楽譜を、用意していきましょう。ちょっとこの端っこのとこはちょっと見づらいかな。ちょっとこんな感じにしとこうか。はい。じゃあ、ここ一時停止で書いていってください。ここ A メロ1番、A メロ2番という感じですね。はい。で、ここが B メロ。この単語ね、ファフロツキーズですよ。ファフロツキーズ。言いづらいです、これ。これはなんか空からね、なんかよくわかんないものが降ってくるという現象だというふうにね、そんなような言葉らしいですけれども。はい。不思議な、セカオワワールドが炸裂ですよね。はい。そしてここからサビに入っていきます。はい。スケール感がドーンと広がるイメージ。はい。ですね。はい、あでここにね、こういろいろ書いてあるのは、これ後半やるリズムのまあ解説なんですけど、これも後でね、かっこいいバージョンでじっくりいきますからね。で、ここラストのパートですね。ここからオリジナルアレンジになってきます。一番最後のエンディングをひっつけたというような感じですね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。赤く囲ってるこの2つのコードは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまずちょっと隠しておいて、ちょっとね、今日場所がなくなっちゃったんで、アルファベットだけですけど、まあ安心してください。いつものね、大丈夫なやつです。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、C7、G7、E7、Em7。このね、9個のコードですね、9個。この9個もあるのかと思うかもしれないんですけど、皆さん安心してください。今映ってたコードはね、ガズレールでは入門コードのグループ、ドーン、こちらです。ガズレール必須コード。このガズレール必須コードって一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めようかなと思っているウクレレ初心者の皆さんに、一番最初に覚えてもらいたいウクレレ入門コード10個のグループでございます。でも10個もね、あるのかとか思うじゃないですか。1個ずつ見たら入門コードだからめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう。すごい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておきますので、ここでバッチリ覚えていきましょう。はい。じゃあコードは確認それしまして、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、いつもこのタイミングで私がいつもお伝えしていますように、この曲ね、歌のメロディーがね、すっごい難しいんですよ。タイミングもすごく難しいです。魔法は、ここも、いきなり歌い出しもね、魔法は、じゃなくて、魔法は、ちょっとこうね、ちょっとこう言葉がこうスッと前に来たりとか、よーく聞き込むとですね、新発見ばっかりみたいなところがあるんで、ちょっとこうディテールにこだわりたい方は、しっかりこうヘッドホンで、セカオワを何回も聞いてですね、掴み取る。それこの4つ引きでいいんで、まず歌をしっかりこう理解して、かっこいいバージョンに入っていった方がいいと思います。というより、4つ引きで、今のね、4つ引きで、歌で表現、どこまでできるかっていうのもすごく深いと思うんでね、まあぜひ歌をちょっと中心でやっていただきたいんで、そんなこと確認して、じゃあここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンで2つコードがついた。まずはこれは F マイナーからいきましょう。これは初心者さんが突っかかるコードで有名。押さえる場所はここと、ここと、ここで、こんな感じで押さえるのが教科箇所通りです。弾いてみると、ああ、素晴らしい音。音がいい音ですね。で、これね、ガズの場合はこの4弦の1フレットのこの部分を親指でグッと押さえちゃいます。これどっちでもいいですよ。押さえやすい方でいいと思います。親指で押さえる方は手首を上に持ってくるイメージ。人差し指で押さえたい方は下に持っていく。こういうグッと前にというか下に巻き込むイメージがいいと思います。じゃあもう一個、こっち。Gm7 ということ。これもね、ちょこちょこ出てくる。押さえる場所。ここと、ここと、ここですね。ここ2つ、こんな風に指がギュッと反り返る、この角度でちょいと押さえるのが一番いいですね。はい。で、ここ中にはね、これ反りづらいっていう人がいるんですけど、1個ね、最近発明されたのは、3弦の1フレットに、3弦、2弦、1弦の1フレット全部こんな風に押さえといて、ここ同じ3弦をこうやって押さえる方がちょっと楽だなという話とか、まあそれよりも難しかったらこうやって押さえるとか、こう1本ずつ押さえるとか、こういうのもありだと思います。とにかく Gm7、かっこいいバージョンでは使っていきましょう。はい。で、今日出てくるのはリズムが結構特徴的なんですよね。今日出てくるリズムをご紹介します。ドン !16 ビートと、16ビートのチャが半分と、アイランドビート、あとはアルペジオ。この4つの弾き方でいこうと思います。これはなかなかね、見慣れない16ビートのチャが半分なんていうリズム、ちょっと初かもしれないですね。ちなみに、16ビートのチャが半分は、16ビートのチャという動画が参考になります。そういうわけで、この4つのリズムの弾き方、ここにちょっと参考になるページがあります。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中にですね、それぞれのこのリズムの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますので、ぜひ見てください。あ、そうだ、1個忘れてた。た。このシンコペーションっていうのも今回大事になります。このシンコペーションも今のね、リズムいろいろのところで解説してる、濃厚解説してる動画があるんで、今日ね、このかっこいいバージョンはこのシンコペーションがすごい勢いで出てきて、これが世界観を高めているんで、キーポイントになる、奏法だと思います。じゃあちょっとね、流れで、最初から、歌の始まりからちょっと見ていきましょう。最初の魔法はいつかのところは、16ビートのチャが入ってないやつなんですけど、伸ばすんですよ。伸ばす中でシンコペーションなんです。16ビートのシンコペーションで伸ばしながら弾くって、言葉で言うとね、すごく難しいんですけど、ちょっとね、やってみますわ。いきますよ。で、ワンブロック、コードが4つ入ってくるところもあるんで、そこ注目ですね。ワン、ツー、スリー、フォー。魔法はいつかすごいでしょこれ。これね、ジャカジャカあんまりして、伸びてる音がかっこいいです。魔法はちょっとボディをコツッと叩いてリズムをキープさせるって感じの方がいいかな。魔法はいつか溶ける。サワサワちょっと入ってるんですよね。よく聞くとこんな感じで16ビートのノリもキープ。感じがいいと思うんですよ。だから16ビートなんだけど、これをね、16ビートで振らないと、なんかね、ちょっとおかしな感じになるんですよ。なんかこれだとね、ノリが、ちょっといまいちノリが良くない。手はこう動いてる。これがメトロノームのようにずっと一定にこの手首が動いてるから16ビートのグルーヴが継続されるっていつも言いますけど、こんな感じ。これが16ビートなんですけど、シンコペーションが毎回で、これがキーポイント。そして、A の2は、次のブロックですね。傘を差し出すところが、ここがまたですね、さっきの1ブロックにコードが4つ入ってるところで、今度、チャが入るんで、ここのパートは、16ビートのチャが半分なんですよ。これがね、面白い。やってみましょう。ワン、傘をからね。ワン、ツー、スリー、フォー。傘を差し出す。ここってワンブロック4つで、チャのところが G7 なんですよね。はい。でも、チャで G7 押さえて、その後、ちょっと響きが残るんで、それでいいです。もう一回やりますね。傘を差し出す。チャ、タダダ。最後のチャの後、タダダで G7 が感じられるんで、これでいいですね。もう一回。傘をチャ、差し出す。チャチャチャ、君に。はい。こんな感じ。君に。16ビートのシンコペーションでダウンで入るシンコペーションってことですね。で、後半のチャだけ入れる。普通の16ビートのチャってじゃあ C を押さえてやると、ジャンジャカチャカチャチャスカチャ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 ンジャカチャカチャカなんですけど、こう、チャが半分だと、ジャンジャカチャカチャジャンジャジャチャカチャカジャンジャジャカチャジャンジャジャチャカチャ。そこにシンコペーションが入るもんだから、ジャンジャカチャカチャジャンジャジャチャカチャカチャンジャカチャカチャジャンジャ。こんなイメージです。これはなかなか出てこないリズムなんで結構レアですね。16ビートのチャが半分で、これを A メロの2番やってみようと思います。そして今回一番特徴的なリズムがございましてですね、B メロなんですよ。幸せなような涙がです。ここでですね、ちょっと面白いリズム。やってみましょう。ここもシンコペーションのリズムなんですけど、もうちょっとシンボリックなリズムのイメージ。雨濡れてた、幸せなような、涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう、ただつったんだチャ。これがですね結構面白いでしょ。最初からやると F と G7 でしょ。だんだん最初ダウンで F2 回だんだんつったんだんだんちょっと止めるイメージ。チャじゃないんですよ。ここはチャ、はい、だんだんかだんだんチャ、こんな感じのイメージ。もう一回幸せなような涙が出そうなダンジャカタカチャカ、はい、もう一回、幸せなようなダンジャカタカダンダン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 ダン、これちょっと止まる感じがね印象的。ダンダンの時は結構ベタですね。ダーダーですからね。ダンダンチャッパンジャカタカ後半だけ16ビートルちゃん。このね、B メロのリズムがかっこよく、もうちょっとね、これ、インパクトがあるリズムなんで、今回このリズムはね、結構、じっくり練習しましょう。リズムをキープもちょっと難しいですからね。そしてサビでは、アイランドビートです。アイランドビートっていうのはどういう弾き方かというと、ドン、タッカタッ、ドン、タッカタッ、ドン、タッカタッ、スケール大きい。ちょっとレゲエっぽいイメージもあるんですけど、この曲で使うとそんな跳ねない感じの、アイランドビートなんで、虹がかかる、空には雨が、いいでしょ。これはね、サビはね、16ビートのチャーテンもかっこいいですけど、このアイランドビートの方がこう、どっしり、ゆったり感出るかなというふうに思いました。で、サビの中でもシンコペーションが出てきて、虹はいずれ消えるけど雨を、こんな感じでドーンドーンシンコペーションと、これは、ここは16ビートのチャですね。ここはアイランドビートではシンコペーションなかなかできないんで、16ビートのチャでシンコペーションを入れていくという感じです。ここもでもね、シンコペーションちょっと難しかったら、ずっとアイランドビートでも全然問題ないと思います。虹はいずれ消えるけど雨は、これでも全然かっこいいと思いますけど、一応原曲だとここシンコペーション入ってたんでね、一応やってみるということにしました。そして一番最後のところでガズレレオリジナルアレンジとして、付け加えるというか、きっともう大丈夫。ここ伸ばしといて、最後の一番最後、そうだ、次の雨の日のところは、ラストのところは、アルペジオ。最後、ここだけアルペジオでちょっと弾いてみよう。そうだ、次の雨の日のために、ここでちょっとね、しっとり終わりたいかなみたいな、そんなエンディングをちょっとガズレレではアレンジしてみましたということで、いろんなリズムが加わってくるんですけど、結構ゆったりしているイメージですよね。16ビートもこうファンキーでこうグルービーでノリノリのっていうよりは、ちょっとゆったりどっしりした、まあ、バラードチックな方のまあイメージを持ってもらった方がいいと思うんですけど、まあ、アイランドビートもね、ゆったり感、どっしり感、こっちが大事かと思います。はい。そしていろんなリズム出てきて、リズムね、なかなかその歌のリズムとか、この弾くリズムいろいろあるんですけど、一回そっち置いといて、やっぱりですね、この歌のね、歌詞の内容とかメロディーライン、あとこの映画のメアリーと魔女の花のその世界観とか、そういうものもやっぱこの、音楽に込めてですね、一個のこう形にしていくのがやっぱりいいと思います。これこっちばっかりじゃなくて、このこっちのね、感情の方もしっかりこう求めていきましょうということでやってみようと思います。セカオワの RAIN ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 go。 魔法はいつか溶けると僕らも知ってる。月が咲いて太陽が今から「傘を差し出す君に打つ」「壊れてない水たまりに映る」「僕は雨に濡れてた」「幸せなような涙が出そうな」「この気持ちは出よう」世界の終わりの RAIN ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですね、ちょっとゆっくり時間かけてゆったり気分で弾けるようにしておいて、雨がポツポツ降る日にこう奏でてよ、なんか空を見ながらね、雨雲を見ながらこう弾くっていうのはきっといいかなと思います。はい、その時のためにねちょっと練習しておきました。お知らせです。はい、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これねコンサートサイズまで入るウクレレケースで、これねリュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついて横にも持てるんですよ。で開けるとこういう風になってて、こう楽器用のね分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね譜面台も入ります。これを使ってこう中でねこう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きましてこの本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもう大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。